皆さんこんにちは、よろしくお願いします。本日お忙しいところ、文京区の9月補正予算の概要を発表するにあたりまして、お時間をいただきましてありがとうございます。皆さんもお忙しいと思うので簡潔に説明をしていきたいというふうに思います。なぜ当初予算以外の時に記者発表することになったかと、最近、記者プレスリリースだけじゃなくて、しっかりやった方がいいというような声もあり、皆さんたちとのこの意見交換の場にもなると思いまして、今回セットをいたしました。今後特徴的な、特に予算の関係の時が多いと思いますが、プレスリリースもまめにやっていくつもりですし、こういった機会でもお時間をいただければありがたいというふうに思います。で、今日はまず令和6年度の補正予算のポイントですけれども、今回の補正額の総額は60億円余です。合計して1812億円に総予算の合計がなります。で、今回いくつか特徴的なものを項目ごとにご説明をしておきたいというふうに思います。まず1番目ですが、AED 自動体外式除細動器ですけれども、AED って学校や公共施設に整備をされている数が一番多いわけで、それをマップ等に落として区民の皆さんたちに何かあったときにはご利用くださいというふうに言っていますが、実は学校や公共施設は当然空いている時間と空いてない時間があるわけで、夜間や休日深夜等の時間帯に AED が必要になったときに、実際には使えないではないかというような声があったのも事実でございます。今回区内にあります某コンビニエンスストアチェーンとのご協力をいただいて、24時間営業のコンビニエンスストアの一部店舗に AED を設置することになりました。現在のところ27店舗を予定しておりまして、令和6年11月ごろの設置予定でございます。これらの事業費に142万7千円を予定しております。次に商店街振興対策事業ですが、この間コロナで区内の飲食店や中小小売店舗が大きな打撃を受けていたというのは、東京中とか日本全国の状況だったろうというふうに思います。本区ではコロナの状況に入って以降、例えば文京底力と銘打ちまして、頑張るお店応援キャンペーンというものを区内の商店等に対して行っていました。現在でも今年も今年度の当初予算では、環境負荷に優しい、例えばテイクアウトの容器をプラスチックではなくて、再生可能なもの等に転換をした場合に、その費用および顧客に対して割引等を行っていただければ、その費用等を持ちますと、一部助成ですけど持ちますと。で、それに加えて、電気代ガス代等が上がっているというのもあって、そういったものに使えるようなものをの補助を組み合わせると、頑張るお店応援キャンペーンというのも行ってまいりました。また、年に1回その時期を限ってですね、キャッシュレス決済ポイントの還元事業、いわゆる文京区ではペイペイですが、のキャッシュレスポイントの還元事業をこの間コロナ以降行ってまいりました。その前は、共通お買い物券という紙の お買い物券、10% のこうプレミアムがついているお買い物券だったわけですけれども、文京区の商店街連合会の皆さんたちともお話をすると、紙の券は特定の、しかもその購入できた少数の人にのみ効果があって、不特定多数の人がこう使えるという環境になかなかならないということもあって、波及効果も限定的であると。で、それに比べてキャッシュレス決済ポイントは、区内外の人たちが非常に裾野が広くご利用いただけるということで、商店の皆さんたちにも区民の皆さんたちにも、この間喜ばれてきたところです。で、このコロナ禍の間は
国の地方創生臨時交付金ですとか、まあ、東京都でも一時的に補助事業を作ったことがありますので、まあ、そういったものを活用してきましたが、まあ、今年は国の地方創生臨時交付金も使途が限定的ということもあって、この事業に充てることができないので、私どもは当初予算に今回補正で1億8344万円余を加えて、総事業費3億5000万弱のキャッシュレス決済ポイントの還元事業を行います。で、本区の場合の特徴ですが、皆さんも一般的には区内のこう商店会、商店街で、東京の場合なかなかこの加入店舗の減少が続いていたり、新規の商店会がこう新たにできるということがないというのが一般的なイメージだろうというふうに思いますが、先ほど来ルールご説明申し上げている文京底力頑張るお店応援キャンペーンの事業や、このキャッシュレス決済ポイントの還元事業を組み合わせることによって、文京区では商店街への加入数、そして新規の商店街の設立数が現在増えています。非常に特徴的なこうベクトルに変化が生まれた傾向だなというふうに思っていますが、これらのその様々な支援策を組み合わせることで、区内のこう中小店舗の健全な発展に寄与していきたいというふうに考えているところです。3番目、情報のバリアフリー推進事業です。文京区では先の定例会、6月定例会において、文京区手話言語条例と意思疎通条例、2つの条例が成立をいたしました。これらを受けて、新たに情報のバリアフリーを行っていこうということで、音声の文字化や多言語翻訳機能を有する、透明ディスプレイ、画面にも出ていますが、この透明ディスプレイに、で文字情報が出ることによって、発声や聴覚に障害のある方や外国人の方との、コミュニケーションの円滑化を図ろうということで、今回、福祉の現場を中心にまずは導入をしていこうということを、考えているところです。補正額は334万円余でございます。続いて、引きこもり等自立支援事業。引きこもりの問題は、社会の非常に大きな課題であるというふうに認識をしています。8050問題をはじめとして、本区でもこれまでも活動してまいりましたし、文京区内にはこの引きこもり等のこうに対応していただく明賀谷クラブというNPO、 非常に力のある NPO が区内に存在しているということもあって、この NPO のご協力をいただきながら、さまざまな事業を展開してまいりました。本年は、相談へつなげるためのこう情報や世代向けのリーフレットですとか、子世代当事者向けの情報用冊子等々 を発行することで、8050問題というのは金銭的には親の年金が収入になって、引きこもりになっている、その8050の50世代の人たちまで、生活ができているという状況ですが、この80の世代がの高齢化が進むことによって、もしお亡くなりになるようなことになれば、その当事者の人たちが、親亡き後にこう必要となる、支援や、社会に復帰していただくのが一番ですけれども、そうでない場合に、どんなことが考えられるのかということを当事者の皆さんたちにも考えていただく必要があるということで、これらの事業を行います。補正額は593万円でございます。次に5番目といたしまして、子ども若者支援です。国でも子ども若者支援が課題であるということで、今回、子ども若者計画を子育て支援計画の中に包含する形、この資料の右手の囲われている部分ですが、子ども若者計画を作成しようということでございまして、19歳から39歳までの区内在住者に対して、
郵送で案内をしてインターネットで回答する形で若者の生活実態調査を行います。補正額は2590万円余でございます。次に予防接種事業です。コロナから社会経済状況が回復しつつあるとはいえ、ついこの間ですからね、コロナウイルスで全国民が健康被害を受け、その予防にさまざまな精神的な負担もあったというのはついこの間のことです。本年は高齢者のインフルエンザ及び新型コロナウイルスの定期予防接種に対して接種費用の全額を助成することといたします。来年以降はどうするかはその接種状況等に応じて判断をするということになりますが、今年度は高齢者のインフルエンザ及びコロナワクチンについては65歳以上及び60歳から64歳で重症化リスクの高い方、基礎疾患等をお持ちの方については全額を助成するということで、これは補正額大きくてですね、4億8507万円余ということでございます。続いて7番目、今度は子どもです。子どもはインフルエンザによるさまざまな学習や生活への課題等がありますので、子どものインフルエンザについては、1回3000円の助成ということで、ご案内のとおり、子どものインフルエンザは自費ですから、クリニックによって金額がまちまちです。で、1000円の助成だったり、2000円の助成だったり、いろんな自治体があるというふうに思いますが、今回は3000円助成ということで、おそらく、接種費用の、かなりの部分がこれによって賄えるということになろうかというふうに考えているところです。補正額は、2731万円余でございます。8番目です。母子保険支援事業、産後ケアです。退院直後の母子が産後も安心して子育てができるように産後ケア事業を本区でも行っていますが、このうちデイサービス型、宿泊型ではなくてですね、デイサービス型の利用施設を追加をいたします。区内ではこれまで1箇所文京区音羽にあります八千代女産院というところしかなかったわけですが、すぐ近く、お茶の水の橋を渡ってすぐのところにある浜田病院ですとか、中央区築地にあります聖路加国際病院でのデイサービス事業を産後ケア事業に追加をして、母子保険の充実に努めたいということでございます。この補正額は607万円余でございます。9番目です。区立図書館の機能向上事業です。文京区は、一点豪華な図書館はないんですが、区内に徒歩圏に、中規模図書館が数多くあるという形で、区民の図書の貸し出し率、統計上は23区平均よりも確か10冊ぐらい年間の貸し出し数が多いんじゃかったんじゃないかなというふうに思いますが、非常に親しまれております。でこれらの機能を向上しようということで、図書館の ICT 化を行って貸し出しのセルフ化で行うことで、プライバシーの配慮を進めて快適な図書館サービスの向上に努めたいというふうに思います。補正額は3133万円余でございます。最後にふるさと納税ですが、ふるさと納税言いたいこといっぱいあるんですけども、今日はその話ではなくて、我々もふるさと納税で、しっかり、対応策を検討していく中で出てきたアイデアでございますが、文京区は区内に19大学があって、これは地場産業、区内最大の地場産業とも言えるというふうに私は区内大学の学長さんたちには申し上げています。と同時にですね、例えば CO2 の削減等を図ろうとすると、皆さんもご案内かと思いますが、
東京都内で最大の CO2 の再発事業所ってどこかっていうと東京大学なんですね。で、いわゆるということは、まあ、東京都内で最大の排出事業者だですから、文京区内でも最大の排出事業者で、まあ、大学がそういった CO2 の削減に、事業主部門で努力をしないとゼロカーボンシティを達成しようとしても、まあ、区民の皆さんたちの協力による民生部分だけでは文京区のゼロカーボンシティは達成できないということ、まあ、そのぐらい区内における大学のシェアというのは非常に大きいということが今の一つの例でもご理解をいただけると思います。で、今回はふるさと納税制度を利用して区内で地域貢献事業を実施する協定大学に対して寄付を行うということで、例えば、まあ、ある大学が寄付募集をした場合、文京区のふるさと納税を活用していただいて、そのうち7割を大学にお渡しすると。で、まあ、地域貢献型の事業を行っていただくことができれば、それらの寄付が、まあ、有効に、活用することができるだろうということで、いろんなバリエーションがあると思っていて、100% 区民のためだけに使わなきゃならないとなると限定的になってくるかもしれませんが、まあ、これから将来的には例えば大学のこうスポーツ施設等の区民開放だとか、まあ、そういうことのために施設改善を行うから、施設改修費やまあ新築の経費の一部を文京区のふるさと納税を使いたいというような提案もあり得るんだろうというふうに思いますので、大学と連携をしてさまざまなふるさと納税の活用にもチャレンジをしていきたいというふうに思っているところです。私からは以上でございますので、何かご質問等がありましたらお受けいたしたいと思います。まあ、記者会見やろうと思ったきっかけですけど、実は正直に申し上げると、今から10年以上前に森鴎外記念館で企画展があったときに、そのこうプレスというかその事業のお話を当時の文京区担当の記者さんたちの集まりをいただいて、森鴎外記念館で、記者レクをやった後に記者懇をやったんですね。その近くの、まあ、居酒屋さんで記者懇をやったときに、まあ、ザックバランに、まあ、どういうやり方がありますかねというようなことを相談したことがあります。で、ただその時参加をしたほとんどの記者さんたちが、毎月第何週の何曜日の何時から、用もないのに記者会見をやると言われても、なかなか日程調整も大変ですという話で、それよりはプレスリリースを丁寧にやってもらった方が我々としてはありがたいというのがその時の本音でした。で、この間ずっとそのやり方でやってきたわけですけども、まあ、だから私が直接記者の皆さんたちと個別取材は別にして会見という形でお話をするのは東証さんの時だけというようなことになってきましたが、まあ、最近発信を強化される自治体も増えてきていますし、まあ、私どももですね、なかなかこう、まあ、実は録画創生も結構ボリュームのあるもので、防災カタログの区民への配布ですとか、まあ、能登半島地震を受けたいろいろなことをやっていても、プレスリリースも、その以前ご相談したときは、用もないのに呼ばれるよりはという話でしたが、プレスリリースも流れてしまえば記者さんたちのところに止まらない可能性もあるんですね。なので、まあいろいろなことを組み合わせるのが大切だというふうに思うに至りました。なんか具体的な特定の案件があって、まあ、今日の話もなんか特別に 何かこれだけは強調して PR したいってことがあるわけではないんですけども、まあ、会見も時折やる必要が、まあ、補正予算等の中で
重点施策のようなものも出てくるので、こういった場も必要ですし、プレスリリースも丁寧に行っていきたいと思いますし、今後も、これから秋には我々は翌年度の、当初予算のこう目出しとなる、重点施策というものも発表いたしますので、そういうことも一つのきっかけになるのかもしれませんし、年に何回か皆さんたちのご都合がつけば、こういった機会を行っていこうというふうに思ったところです。はい、それと、先ほどのディスプレイですが、あのディスプレイ以外にも実は多言語対応ができるタブレットが各その窓口には配布をしてあります。さまざまなツールで使っていくことができるわけですが、ディスプレイでやった方がいい現場が あれば、特に聴覚障害の人たちはディスプレイ型のことがこうコミュニケーションがしやすいというようなお話もありますので、まずは福祉の現場からというふうに思っていますが、そのようなところについてもこの間のタブレットではなくて、そういったものの方が有効だというところがあれば、徐々に拡大をしていこうということで考えているところです。で、外国籍の子どもについては、特定のエリアで外国籍のお子さんたちが増えているというのは事実です。ワイドショー等でもトピック的に報道されて、それが拍車をかけているというのも正直ございます。でじゃあその外国籍 のお子さんたちが来ることによって、学校現場で何かその荒れるような状況があるのかというと、直接の因果関係はないというふうに学校現場からは報告を受けています。ただ当然教員の先生にしてみれば、なんていうんですかね、日常的なコミュニケーションができない状態のまま、日本人がハワイ留学をしたりするように、現地 そのネイティブな環境に早めに入れた方が語学が習得できるという感じで日本の公立学校を選ばれているという傾向だとすると、コミュニケーションがに課題がある中で、学校現場に来ることになりますから、それは教育の支援のみならず生活支援というような問題も当然発生してくるわけです。で、それが教員のこう負担の増につながっているということは否定できないので、現場への支援を充実するのはもちろんのこと、多文化共生の観点から、新たな取り組みをしなきゃならないという問題意識は現在持っているところで、国は多文化共生町内検討委員会みたいなのがあるんですね。で、そこでもその問題は課題であるというふうに認識をしていますので、今後こういろいろな、こういうのに得意な NPO だとか文教区には私ももうずっと長いこと評議員会の議長をしてますけども、公益財団法人の日中友好会館という、日中友好7団体のうちの一つの両国政府の合意によって作られた機関もあるので、そういった方たちのご協力をいただきながら、特にその生活支援ですねのところをしっかり行うことで、中国人は一般的にですけども、こう地域にの人たちとコミュニケーションを取るよりは、中国にコミュニティの中で、いろんな情報をやり取りをするということが多い。今回もそういうことで、ならみんな文教区の丸々小学校に行こうみたいなことになっているというふうに思うので、そういった人たちへのこうしっかりした情報提供や生活相談等につながるような仕組みというのは、今後の課題として検討に入ったところでございます。まもなく始まる9月定例議会での上程を予定しています。初日は何日なんだ、9月4日の初日提案
で、総務区民会で補正予算の審査をいただいて、最終日の本会議で可決をいただくことを目指しております。で、2つ目が、予防接種の対象者ですが、区内の在住者です。はい、もう1個何でしたっけ、ふるさと納税、はい、ふるさと納税の改めてどういった効果を期待していますか。ふるさと納税、ふるさと納税は本来我々非常に否定的に考えていますが、ふるさと納税で唯一いいところがあるとすれば、自分の税金の使い道の一部を自分で決めることができる、いわゆる政策選択ができるという一点、ふるさと納税の良さはですね。で、私ども子どもの貧困対策で、コレクティブインパクト方式を使って子ども宅食というものを NPO の皆さんたちと組んで行っていますが、そこも、文京区でふるさと納税でいただく寄付の一番多いのはその子ども宅食への支援なんですが、それも 区内のみならず、区外の方がほとんどですけれども、中には数千万円単位の寄付をいただく方もいらっしゃいます。で、その人たちはそういう多額の人もいれば3000円や5000円という方もいらっしゃって、そういった方たちの声もアンケートのような形でいただいていますけれども、自分は子どもの頃家計が苦しくて、なんとか奨学金等を借りて、一生懸命学んで今日に至ってるけども、そういう思いを今の子どもたちにさせたくないんで、わずかだけでも寄付しますというようなお声を非常に数多くいただいているんですね。で、この返礼品のない、ふるさと納税というのは政策選択につながるという点で唯一ふるさと納税のメリットだろうというふうに思っているので、今回の区内大学における地域貢献へのふるさと納税制度の活用もそのことを選んで、ご協力いただける、国民の方たちからの寄付をの受け皿となりたいというふうに思います。そうです。区と大学が相談をして、この A 大学がこういう授業を、地域貢献型授業をやるから目標額いくらでふるさと納税を募集しますというのを、区と一緒にこうまずふるさと納税の仕組みを組成するわけですね。で、それを、大学の場合は、例えば OB や OG だとか、在学生の保護者だとか、そういったこういろんなツールを使って、そういった人たちに声をかけていただいて、それにそのふるさと納税の受け皿が文京区になるということですね。で、そのことによって、この大学のこの授業に寄付をしたいというものを区が受けて、そこから7割を大学にお渡しをして授業を行っていただくという仕組みです。先ほど何でしたっけ、大学内のスポーツ施設をみたいな、あれはもうなんか決まってるわけじゃないか、あくまで想像を、イメージです。はい、今後具体的な大学とのそのふるさと納税の組成があったときにはまたリリースかなんかをするってことになりますかね。はい、現実に特定の大学と現在準備中です。改めてご説明できる機会があると思います。残り3割は文京区に収まるって。そうです。仲介サイトの手数料、高額手数料ってよくマスコミ報道もされてますけど、そのようなものも入れると、かなりのところが取られていって、我々の手元にどれだけ残るのかという話ですが、あとこういったこのお店事業っていうのは、なんか他の自治体区とかで例っていうのはあるんでしょうか。あるやに聞いています。はい、20
23区で初めてとかその辺とか。あ、ないですね。初めて。23区ではない。初めてではないです。わかりました。それとごめんなさい。もう一点、あの最初 のキャッシュレス決済のところなんですけど、その、まあ、結構まあもうそのコロナの時はだいぶありましたけど、まあ、もうその影響とかだいぶまあ緩和されつつある中で、結構もうあまりやってないところも増えてるかなと思うんですけど、まあ、なぜこのタイミングで必要なのかという点と、あとその連合会 その加盟が増えてるという話あったかなと思うんですけど、まあ、なぜその加盟が増えることがいいのかっていう点、まあ、ちょっとそもそもところを意義を教えていただけますか。はい、あのこれはあの国内、小規模店舗に対する支援の事業というのは平常時から当然行っているわけですが、特に飲食店をはじめとしてあの売上が、回復しないというような声はあの依然としてあります。なので、まあ、コロナ以降においても引き続きの支援が必要だということでございます。その中で特に文京区は小売りが弱いと、あのご案内のとおり、大規模な消費地があの区から、まあ、地下鉄等を使えば15分20分であの数多くあるので小売りの店舗が非常に弱いということもあって、区内の店舗における支援事業というのは引き続き行っていく必要があるというふうに判断をしています。で、商店会等がの活性化がなぜ必要なのかというと、あの例えばですね、学校のあと塾に行って塾帰りの子どもたちが、地域に商店会がなくて、真っ暗なところを通ってくることをイメージしていただければ、それはあの商店街がこう活気がある町の方があの住民にとって住みよい町であると、安全安心の意味でも住みよい町であるには変わりがないし、まあ商店街は販売促進のみならず地域の安全安心や地域のそのにぎわいの創出等にもあの寄与しているわけです。で、文京区はまあ JR の駅がないというのがその特徴の一つですけども、あのターミナル駅を要しているわけではないので、ほっといてもにぎわいがあるということにはなりませんから、あの商店会をしっかりと支援をして、地域の中で、まあ、住んでいる人も商店の人もあの様々なにぎわいや安全安心をこう紡いでいくことはあの重要というふうに思います。ちょっとふるさと納税に関してちょっとすみません、聞きそびれていたら大変恐縮なんですけれども、はい、あの先ほどの区には19の大学があるとおっしゃってたと思うんですけど、今回すべての大学が寄付の対象になるという認識でよろしいですか。いや、あのこの仕組みを使って、大学と区の間で、そのふるさと納税の仕組みが組成されたところから着手をするということで、すべての大学でそれらこの地域貢献事業が行われるかどうかはこれからの話ということです。協定大学っていうのは現状何、まあ、19のうち16大学との間で協定があります。はい、ありがとうございます。すみません、あのちょっと直接事業とは関係ないんですけども、あの、まあ、あの最近あの都心部ではあのふるさと納税による税の流出というのが問題になっていると思うんですけども、はい、その区の現状 その税の流出額っていうのは何かデータでもしありましたら、昨年度の決算が35億、今年度の当初予算での想定額が約40億ぐらい。ちなみに23区内では何番目とかっていうのは分かんない、まあ、一番多いのは世田谷だって言われてますけどね、あそこは900億を超えたのかな、まあ、人口の規模が違いますけど、はい。すみません、あのあと体験型、あ、すみません、あの返礼品に関してなんですけど、最近あの、まあ、23区ではあの返礼品事業を進めているところもあると思うんですけども、あの、まあ、文区としては今現状としては返礼品事業やっていないっていう。返礼品事業やってます。やってます。はい、昨年は、読売巨人軍と協力をしてあのホームランを打たないともらえないジャビット人形を返礼品にしたところ、
まあ、何十件かのお申し込みはありました。で、まあ、いろんなの考えられるわけです。例えば、巨人戦チケット付き東京ドームホテル宿泊券とか、いろんなこと考えられるんで、これからもそういったものがこう蘇生ができればやっていきたいなというふうには思いますが、まあ、総務省のこう許可や、まあ、仮に例えば巨人戦のチケットでね、まあ、5万人野球入るとして全部文京区に1試合、チケットくれるということが仮にできても、いくら取り戻せるんだっていう計算なんで、まあ、なかなか返礼品でその流出額に追いつくのは遥かな道のりだなという気はいたしますけど、さまざまな形で返礼品の蘇生にはこれからも努めていくつもりです。ありがとうございます。